戦ね、私はちょっとできなかったのですごい申し訳なかったんですけど、今はちょっと安静にさせていただきます。でも今日はその周年婚のリハーサル朝やってきて、そこからはお家だったので、いつも以上にストレッチとマッサージをいっぱいして、やっぱどうしてもふくらはぎがまだまだ硬いんですけど、しっかりほぐして少しでも早く良くなるようにケアしてました。いっぱいで、明日も周年、そう、周年公演のリハーサルが今日からで、明日もあるのでその練習したりとか、はい、周年公演は無事に出させていただく予定なので、でもその日もね、まだなんていうんですかね、完治してるわけじゃなくて、めっちゃいい状態ではないので、ちょっと安静にしながら、いつかも6日のリリーメモですかね、ミニライブにも出させていただく予定なので、はい、頑張ります。オンライン特典会のサイン写真受け取れました。あ、ありがとうございます、嬉しい、やったー、皆さんね、そちらも喜んでいただけてて本当に嬉しいです。あ、今日も夜勤ですね、応援してます。今日雨ですもんね、雨だからムシムシしててね、より大変だと思うんですけど、移動も気をつけてください。お疲れ様です。リハーサル、そうですね、でもリハーサルも今は本当になんていうんですか、動きも最小限に抑えて移動がメインみたいな感じでやらせてもらってるので、でその踊りにね、慣れないようにするのも大変なんですけど極力使わないようにしてるので、はい、早く治ってほしいですね。昨日のお渡し会でもすごくね、気が早く治りますようにとか、ね、無理しないでねとかたくさんお声をかけてくださって嬉しかったです。ありがとうございます。リーブも、はい、ちょっといつもみたいな全力ダンスじゃないかもしれないんですけど、私やっぱり踊ってる時にどうしてもつま先立ちで踊っちゃう癖があって、いつも通りに全力パフォーマンスしてるとやっぱどうしても使ってしまってるので、ちょっとね、抑えてやらせていただくかもしれないんですけど、でもその分ですとかできることいっぱい頑張ります。こんばんちゃむ、こんばんは、ありがとうございます。憧れのポップスターってあれですよ、あれ、歌えないですよね歌っちゃいけないと思います、多分、はい、歌える分野決まってて、48グループとか46さんとかなので、マッサージと、そうなんです、ストレッチは欠かせなくて、筋肉がつきやすいタイプなんですよね、多分、きっと。ありがとうございます。あー、リーベ行けないですか。あー、そうですね、私も残念ですけど、配信とかもね、ないですもんね。でもそうですね、新曲も今後いろんなところで披露させていただけると思うので、はい、見に来てください夜勤中ですか。応援してます、早く終わりますように。そうですね、全力で踊れないのもどかしいです。やっぱりこれがいないのは寂しいです。わらって、本当ですか。真剣な顔じゃなくてわらですけど、本当ですか主肉外れました。当たったことない、バリス高いからしょうがないかな。当たったことないですか。やっぱなかなか難しいけど、応募ありがとうございます。配信でぜひ見てくださいね。
っと私もだからレースとか配信のカメラアピールとかも頑張ります。牛丼納豆、おーいいですね。今日私は久しぶりにピザを食べれました。すごい。はい、栄養つけて頑張ります。メイクのリリースイベントやこにゃん大丈夫なんだね。そうですね、5日6日出させていただく予定です。でも本当に気をつけながら頑張ります。寝落ちして見逃してしまった、ごめんなさい。でも今日は一日すっきり過ごせました。ほら、うん、疲れてたんですね。眠たい時は寝た方がいいです。で、ね、見にこうやって見に来てくださるから安心します。山田さん特典写真とってもキュートだったね。生生ってどういうことだろう。生写真の生かな。え、嬉しい。ラブタラさんでもね、個人向け特典用の写真もうラブタラさんでしかゲットできないので嬉しいです。ありがとうございます。ぜひね、お店でラブタラムーラさんのお店で買っていただいてもネットでもご購入いただけるのでゲットしてくれると嬉しいですね。私からのワンピース素敵でした。あ、昨日の嬉しい。昨日はそうピンク色だったんですけど、ピンクに見えましたかね。可愛い系でした昨日は。アイドルスケアさん特典月 S 席当選しました。おーすごい、ありがとうございます。11月ですね、そちらも楽しみです。ありがとうございます。全力で可愛いから大丈夫。ありがとうございます。そうですね、表情顔と声と上半身で頑張ります。はい、そういう練習ですね。そこで見せる、そこで全力横やん、上全力横やんで頑張ります。力抜いた方が、昔は本当にずっと力んでずっとどの動きも力が入ってしまったんですけど、だいぶ緩急というかこの抜いてこの止める時に力入れるとか、だいぶ私の中でも力は抜けるように戻れるようになってきたのかなと思うんですけど、それでもやっぱりね入っちゃう部分があるので難しいですね。カチキンさん行ってくるね。おー、ありがとうございます。いっぱい食べてくださって嬉しい。そうですね、カチキンさんもすごい皆さんいっぱい行ってくださってすごく嬉しいので、すごい、でもね、すごいなんですか、すごいボリューミーでがっつり系なので、今日メールで紹介した野菜にメカブをかけて食べるのがとっても美味しくてヘルシーなので、その野菜もよかったら真似してみてください。心のマッサージで愛を伝えたい。おお、心のマッサージで頼みます。赤田で僕のことばかり考えてます。我ながら愛が深いぜ。本当ですか。 HKT さんじゃなくてやっぱ横にあるんですよね。うん、日本刀ガンプラの武器です。はい。本格的なのではなくて、そうなんですよ。シュシュットも追加、あ、嬉しい、ありがとうございます。やったー。言ってたシュシュットで着たいって言ってた
衣装あるじゃないですか。めっちゃ私が気に入って、でも高いんですけど、クオリティも高いからちょっと狙ってる服があるんですけど、結構確かにかなり高いんですよ。かなり普通に2着とか買えるぐらいなんですけど、でもめっちゃ着たいので買おうかなって思ってるんですよ。はい、すごく可愛いです。クオリティが本当に可愛いし、かっこいいし、もうあれって感じです。あれっていう、まさにあれっていう感じで。足カチカチですって言われちゃって、ウォーキングは控えてって。ウォーキングもされてるんですね。すごい、カチカチになっちゃいますよね。ストレッチも時間かけてゆっくり、いつもが忙しくて疲れもあって、なんか大体 SNS しながらとかなんですけど、なんか逆に何もせずしっかりこう聞いてるのを味わいながらやるととても良かったので、そういうストレッチもいいかもですね。お買い上げ、握手券受け取ったので、あら楽しみしてるね。あ、昨日ぶりに会えますか、嬉しい、やった。昨日も横にアンサイのリボンつけてくれてましたね。とかも最初動画上がってたね、振り返ってよくやん、可愛かったよ。あーね、小石さんが上げてくださってたのと、あと昨日タワレコード名古屋パルコ店さんにお邪魔させてもらったんですけど、そちらのタワレコード名古屋パルコ店さんのインスタグラムさんがあって、そちらに昨日の動画上げていただいてるので、私のストーリーズにもからも見てもらえますので、ぜひ見ていいねもよろしくお願いします。ピザハットじゃないですね。はい、どこなんだろう、またメールに送ります。持つ、おー、博多思い出しますね。ラゾーナ川崎プラザでもやってほしかった。そうですね、ミーメもね、普通一日のみですけど、いろんな場所で何日間かできたら最高ですよね。ピザはボディービルダーさんの大会後ご褒美なので。そうですよね、そう、カロリー高いから私もなかなか食べないんですけど、今日ご褒美で。そうですね、ランダムのお写真はなかなかよく読んでない。難しいですね。結構でも交換とか皆さんトレードしてくださる方いないかな。会計の店員さんに、ああね、そうみたいですよね、ポストしてくださった。嬉しい。ツイッター可愛いから通常サム会でもやってしてほしいかも。お、了解です。その着たいって言ってたその服の時は、その髪型が決まってるんですよ。だからツインテールの髪型ではないんですけど、もう一日あるからいいかもですね。途中で髪型変えてもいいし、昔よかったら行くんだけど、明るいところでもサイの色って分かるのかな。あ、意外と分かります。やっぱ暗い方が分かりやすいんですけど、明るくても分かるので、ぜひ振ってください。あ、みんな女性さん盛り上げてくれてありがとうございました、行ってきました。
ありがとうございます。ねえ、寝れないのは辛いんですね。すいません、皆さんも楽しみにしてくださった方。カホちゃんだったよ。お、カホリン。昨日の帽子前から持ってた。あ、そうですね。なんかいろんな新しいおしゃれな帽子も持ってるから、いつもそう新しいのを用意してくれたのかなっていつも思っちゃって失礼しました。メカブとかモズクとか好きです。あ、美味しいですよね。美味しい。しかもなんかトゥルッツするのは食べやすいですよね。すぐ食べれる。同じカードね、見たいですよね。そうですよね。でも食べてくれてありがとうございます。ドラドラさんに言ってくれたんですね、秋葉原の。おー、特定の鍵開けだったみたい。まだいっぱいあるよ。おー、鍵開けありがとうございます嬉しい。さすがですね。メカブ食べたことないですか。どんな味。ちょっと酢みたいな、酸っぱい系。どんな味って言われると難しいです。酸っぱい系ですかね。うん、苦手ですか。美味しいけどな。ちょっと楽しみ。お、いやもう、いや普段そうなんですよ。普通なら買わない値段なんですけど、良すぎて、その服のクオリティが。ちょっともうだいぶもう買おうとしてます。靴もちゃんとね、作っていただけるみたいですし、別で買ったら、だから買えそうです。アイドル界好きなのよ、こにゃんちゃんと SK48 のみなので。よこにゃんしかですね。そして次からスカタも行きます。宿泊予約済み。すごい嬉しい、ありがとうございます。でもう一日は衣装をお借りする予定なので、はい、そうなんです。キャベツ、メカブとほぐしたサラダチキンに温泉卵を入れるとごちそうだよ。おー、いいですね。今度やってみます。確かに美味しそう。カンプロトさんあげたお小遣いもらえなかった。いやだっていただいたプレゼントですので、ね、それはちょっと違いますね。キャブ君だけ思いながら仕事してたやん。あ、本当ですか、本当ですかね。1月11日、1月12日どっちなのかな。スタンディングの方は2日目だったから12日ですよね。1月12日のスタンディングの方に着ようと思ってます。まだ後で宣伝タイムをさせていただくので、その時にもお伝えしますね。そう、2日目がスタンディングなので、そっちかなと思ってます。誰このパルコパネル展示の横にソロショットだったね。ね、そうですよね。あの時でもソロじゃない他のメンバーとの写真も撮ってくれたんですけど、まあ、人数の組み合わせ的にリカちゃんと私はそうだったのかな。まあでも目立ちますね、逆に。オンリーワン。本当ですか。ゆずさんストーリーズを見ていいねしたよ。あ、ありがとうございます。嬉しい嬉しい、にゃんこです。
ブのバナにはヒラヒラがついてるんだね。すごい絵文字。そうなんです、なんかキラキラついてますよね。可愛いですよね。お母ちゃんがヨコヤンからマリのカードもらえて、横にあせやさしいととても喜んでましたよ。え、なんであれですか、メールか何かで書いてくれてたのかな。嬉しいやんこ何かのキャラクターかもしれないですね。昨日は友達4人で私が行ったけど、横にあの写真出なかった。なかなか難しい。愛が足りない？わかんないです。パルコ希望出してほしい。どうですかね。その希望を聞いていただけるかなかなか難しそうですが、でもすごいですね。特大パネルとか毎回毎シングルね、ありがたいですよね。おかわりで謝らなきゃいけないことがあります。なんだろう。なんだろう日曜日の私が行けなくなったお仕事って、仕方がないですね。でも予定立ててくれててありがとうございます。次は会いましょうコニャンボンジュール、カオリンが出ます。なんだろう、やっぱ愛が足りないのかな。なんだろうフライト新しいの買いました。試しにリーブで使えますね。何か違いがありますか。そういうわけじゃなくて、胸向きが体にいいですね。キャベツ&モズクは、あ、メカブなんですけど、モズクも合いそう。よかった、あ、考えたのは私かな。よくお母さんもメカブ食べてます。ハマグリ美味しいですね。最近食べてないです。納豆かけて、あ、納豆も美味しいですね。あ、そっか、わかめの味か。あ、オクラも美味しそう。ぜひ食べてみてください。これがありよく投げなくて悲しい、少し悲しく感じました。ありがとうございます。すみません、足毛の怪我で申し訳ないですが、まあちょっと安静にさせていただきますね。また踊れるようにしっかり、まあ直します。すごい、コンプすごいですね。すごい、愛が降りすぎて風邪ひいて私が行けなかった。ああ、心拍数上がりすぎちゃったかなでも安静にしてくださいね。早く治れますように。ブンブン写真は、ああ難しいものですね。1回目で横にアンカードもらったから、横にアン紙押しですよね。登場条件すごーい、すごーい、愛が深まってきた証拠かな充電式、おーいいですね。充電式ガチケンコラボ今月までだから、週一で食べにゃいとね。すごいで、そういう方も結構いてくださって、すごいです、ありがとうございます。メイキングの方ですかね、ミュージックビデオの。なんだろう、サーヤの優しさに感動しました。メイキングですか。メイキング載ってました私。嬉しい。よし、愛が足りないのは夢で、夢で会いません、出てきてよ。
横山こといっぱい持ってください思ってくれてるかもしれないけどね。でも楽しみですね。そうですね、怪我には気をつけて楽しみたいですね。いろいろ寝てるサーヤに優しく接する北川さんの姿は女神でした。メイキングのやつですよね、あの新曲の告白心拍数の取り上げて何ですか、あの使っていただけてたんですね嬉しい。いやでもそういろいろなんていうんですか、その大変なこともあったんですけど、でも少しでもなんかね人の力になれるとすごい頑張ってよかったなと思えるので、そういう意味でもすごいこのシングルはいい MV 撮影だったなって思います。少し前でした、ふんわりヘアの予感が好きすぎます。ハットジャムさんでやってたやつかな、またやりますね。ね、好きですもんね。そうですね、嬉しい、会いに来てくださるんですね、嬉しい、ありがとうにゃん、バイ嬉しいです。美容室行った時の髪型、あの2時やないよの時にやってたやつですね。またやろうかな感動していただけたんですかね、どうかな、うん。じゃあ今日は皆さん久々になってしまったんですけど、お歌を歌わせていただこうと思うので、皆さん刺す音うるさいので気をつけてください。今日はね、初めて歌う曲です、だからちょっと間違っちゃうかもしれないんですけど、昔私よく聴いてたんですよ、昔よく聴いてて、あ初めてじゃないかもしれません、もしかしたら前にもしかして歌ったことあるかもしれないけど久々ですね多分。おお、ナミネースかけ2、おお嬉しい、当たりますようにじゃあ皆さん刺すので、あの気をつけてください、いきまーす。では通していただきますね、きちって、あ嬉しい、皆さん好きな音量にしてください。あ、見つけました、ちょっとなんか高くて声が最近なんか出にくいから、歌えるかな、ひっくり返るかもしれないです魔行じゃないですね、曲入りました。じゃあ早速いっちゃいますよ、頑張る子、いきまーす。友達の一人だから
こに並びながら歩きたくなった。どこへでも連れて行って夢を見てるような素敵な日々を、愛しさはいつも道に懐かしいですね。パレオのカップリングの曲よく聴いてました、昔特に。なりたいなって思って目指してた頃よく聴いてました。懐かしい。私もいつか披露したいです。そうですね、言ってたリクエストもね、そうですね、答えできるように、ちょっと今忙しいんですけど、白組ってとこが、そうですね、そこがもう懐かしいですね。初めてだかもですね。初めてですか。関西弁出てますか。そう、大阪出身です。はい、ここにはいっぱいときめき、やっぱ昔の曲とかやっぱなかなかやらないですよね、少ないから。やってみたいですね、実際にオリジナル衣装着てやってみたいです。ね、可愛らしい。一番好きな白組曲で嬉しすぎた。そうなんですね。なかなかでも披露しないんですよね。やりたいですよね。馬場公園の握手会行ってました。すごい。そう、カバリオのカップリングですよね。あります、ちゃんと。DVD、CD ありますね。じゃあちょっと宣伝させていただこうと思うので、皆さんよかったら聞いてください。じゃーん、こちらです。 SK4833 枚シングル告白心拍数の特典会のお知らせさせてください。お願いします。10月19日土曜日の幕張メッセさん、358の握手とトーク6キューブなんですが、この日全完売、本当にありがとうございます。ぴょー、嬉しい。にゃんて学園コーデ、まあ、そろそろ、そうですね、どんなのがあるか
詳しくお伝えする時期ですね。はい。で、10月20日日曜日の幕張メッセさんはもうですね、握手会、358トーク6キューブさせていただくんですけれども、トークの6部以外もう全完売していただいて本当にありがとうございます。嬉しいです。わー、わしょーい、ありがとうございます。で、この日がプリンセスメイドのお洋服なんですけれども、ちょっと見ちゃった。そう、この前もねお見せしたんですけど、この前見てない方もいらっしゃるかもしれないので、今日もお見せしたらお見せしようかなと思うんですけど、でも当日の楽しみに撮っておきたいって方もいてくださったので、前回のまだ見たくないって方はちょっと今目を伏せていただいて、 OK になったらちょっと一瞬お見せしようかな。プリンセス生まれた。見に行ってくれたんですね、リーナちゃんの。一緒に応援できなくてすいません。応援してくれてありがとうございます。私も早く出るようにがね、直しますね。ガミハ、あ、目閉じてくれました。じゃあちょっと行きますよ。今からお見せします。じゃーん。ちょっと開けてるから分かりづらいかもしれないけど、リボンかわちいんです。ここら辺がそう、プリンセス感、この袖がこういう袖なのもプリンセス感で、ここら辺がメイドみたいなんですよ。メイドさんみたいな。スカートのね柄も夢川的な感じでカーチンです。で、スカートの後ろもすごいんですけど、そう、長いんですよ。じゃーん、こんな感じで本当にプリンセスとメイドが合わさったような服じゃないですか。プリンセスメイドさんですよね。そう、シースルーなので風邪ひかないように気をつけます。あ、目開けていただいて大丈夫です。そう、これをね20日の日に着させていただくので、髪型とか髪飾りをね途中で変えようかなっていう感じですかね。6日のトークのみで、幕張関東のでの開催はもうここで最後で、6日じゃない6部しかもうないので、皆さんぜひお待ちしてます。ジャケットに通ずるね、青っぽくて、あー確かにいいですね。で、11月30日土曜日はポートメス名古屋さんで握手会358部、トーク6キューブさせていただきますが、握手の5部ですかね、減ってくださってました。ありがとうございます。この日は衣装をしっかりお借りする予定で、あとはですね、どの部かまだ8キンチは決まってないんですけど、部によって8キンチなんで何かしようっていう決めてるところがあるので、衣装プラスそれかなって感じで、衣装はまだ衣装さんの許可が出てないので何の衣装っていうのがまだ言えないんですけど、許可出たらお伝えします。何の衣装か、パデータ、関西ないんですね。次の日の12月1日日曜日をポートメス名古屋さんで握手会358トーク6キューブさせていただくんです、いただくんですが、この日の握手58ですね、乾杯ありがとうございます。嬉しい。嬉しいです。あ、ハロウィンもそうですね、私はなんかハロウィン関係なく結構コスプレしちゃうから、なんか意識なかったかもしれないです。この日はソフトはハードコーデなので、私服なので、ソフトな服やハードな服を着ちゃいます、部によって。どんな服かはもう皆さんの想像にお任せするので、強い感じと柔らかい感じですかね。
はい、そうなんです。で、1月11日土曜日のアイススカイエキスポさんがツーショット撮影会の着席バージョンを1日目させていただくんですけど、35789部させていただきます。この日にだから衣装をお借りする予定ですね。まだこの日とは違う衣装です。全部同じ衣装は着ないので、それぞれの衣装をお借りできるか今聞いてるんですけど、確定したらちょっとまたお伝えしますが、何の衣装かなまだお楽しみです。はい。で、1月12日日曜日、次の日の愛知スカイエキスポさんでの通称撮影会のスタンディングバージョン35789部なんですけど、この日に私がやってたネットで見つけた超高いんですけど超クオリティがいいので、皆さんに見てほしい、着てみたい服があるので、それはもうだいぶもう買おうと思ってるので、まだ届いてないのでね、その写真のクオリティのまま来てくれたら本当に嬉しいんですけど、本当に皆さんも絶対好きだと思うので楽しみにしててください。2日間、ありがとうございます。珍しめですかね。2月8日土曜日はポートメス名古屋さんで握手会358部、トーク69部させていただきますが、握手5部、乾杯ありがとうございます。嬉しいです。気分前でゲットしてね。そうですね、本当にめっちゃ良かったんです、写真はねでちゃんとしてそれお店っぽいので、その怪しくなさそうなので、ちゃんとクオリティで届きそうな予感がしてます。この日はまたお伝えします。で、次の日の2月9日日曜日、ポートメス名古屋さんの握手会358部、トーク会69部で握手会、この日の58部も完売ありがとうございます。ここでね、最後になっちゃいますね。嬉しいです、最後も完売嬉しいな。こうそう、生地がめっちゃ良くて、クオリティも作りもなんかかっこいいって、なんかちゃんとしてるんですよ。ここかわいいです。で、今回は、ね、現地がね厳しい方もいらっしゃると思うんですけど、なんとこのシングルは2日間も個別オンラインロングトーク会をさせていただきます。やったー11月15日金曜日とはですね、11月15日金曜日は 1,2,3,4 部やらせていただいて、1月16日土曜日は 5,6,7,8 部させていただくんですけど、1日目はオフィシャルワンピを着て、2日目はホルターネックという服を、あ、お見せしようと思うんですけど、そういえばお母さんが着てたホルターネックもですね、お見せできるので皆さんにお見せしたいと思います。昔お母さん着てたホルターネックと、あ、もう一個ねお見せしたピンクのやつも着る予定なんですけど、これがお母さん昔着てたホルターネックの服、応用系の服あんま着ないんですけど、お母さんのお下がりで着ようと思います。まあ、下はねこれに合いそうな服を着ようと思うんですけど、いいですよね、お母さんのお下がり良くないですか。そう、途中で着替えて着れるかなって思うので、両方2パターンのホルターネックを着ようかな。でもう一個がピンクのホルターネックですね。ここにこれが来るからホルターネックなんですかね。はい、だからこのオンラインは1対1のなんかテレビ電話的な感じじゃないですか。だからちょっと見られる人も少ないということでオンラインならいけるかなと思いまして、普段着ないような服も大人っぽい服も着ようと思います。
色鉛筆画ですか、懐かしいですね。また呼んでいただけたらいいんですが今日私会も可愛かったですか。嬉しい、嬉しいです。パジャマかジャージではないと思うんですけど、でズボン系でもね似合いそうですよね。ラッキーメニュー、あ、わかりました。で、それぞれ今回5時販売期間のね、あれが違うんですよ。今5時先着販売期間中なんですが、ここ6部だけ残ってた10月20日の幕張メッセさんプリンセスメイドの日のトーク握手会は10月11日金曜日12時正午までで、ここが一番早いので皆さんお気をつけください。なんといっても今回は先着ですので、早めに申し込みがとても嬉しいです。で、11月30日と12月お店のメニュー載っていた、え、どういうことだろうフフフ、11月スキニーも履きますね。うん、11月30日と12月1日のポートメッセ名古屋3番のトーク握手会は11月22日金曜日12時正午ま で、1月11日と1月12日の愛知スカイエキスポさんでの駐車と撮影会は1月3日金曜日12時正午までの締め切りで、2月20日2月9日ポートメッセ名古屋さんのトーク握手会の締め切りが1月31日金曜日12時正午まで、で最後11月15日と11月16日のオンラインロングトーク会の締め切りは11月8日月曜日祝日の23時59分までです。はい、なので皆さん11月11日のプリンセスメイドの日、11月20日のプリンセスメイドの6部が一番早くて10月11日までの締め切りなので、皆さんお忘れずに、ぜひお待ちしてます。関東ここはラストです。短パンは寒いかもしれないですね。だからそれこそスキニー的な感じかもしれない。ぴったりしたパンツも履きますくれてありがとうございました。じゃ最後は発動タイム姿も、あーでも波多野さんね、お借りと交換コードさせてもらってやらしね着させてもらえたんですけど、スーツ持ってないからな。アンパンマンの日、おお、サインチェック可愛すぎて携帯に挟みました。嬉しすぎます。やったー、頑張れる。あ、メイクアップポーズいいですね。はい、この後ちょっと練習もあるんですけど、日に気をつけて頑張ります。では行きます。よこにゃービームわーからのからの脈拍ポーズ、骨格心拍数からのラッキーメニューですね。ルル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 ルじゃん、ラッキーメニューはやっぱりサクパリブーでーすブーからのそれいきアンパンマン、アンパンチ、うん、こんな声じゃないですねアンパンどんな声でしたっけ、もうちょっと低い感じでしたっけ、高い、本当アンパンマンもいいですね。アンパンマンも久々見るとすごいいい話で感動しちゃいます
あ、大好きって本当ですか。昨日会えて嬉しかったですよ。みんなに大好きって言ってますけどね。ドラムロール本当ですか。できてないけど、あのドゥルルルルが確かにちょっと似たかもしれない。もうちょっと低いか。まあ選んでもらえないですね、プレマドさん、残念ながら。はバイキンマンは、ははハイハイハーみたいな。ちょっと下手すぎました。皆さん今日もありがとうございました。うん、でも急なんか見て覚える感じで頑張ります。はい、ドキンちゃんってどんな感じだったのかわかんない。はい、ありがとうございました。皆さん今日もありがとうございます。明日はもう周年公演のリハなので、足に気をつけながら頑張りますね。皆さんありがとうございました。シャチホコからのおやすみやこにゃん、夢でも会えますように。ありがとうございました。10月20日の6部の東海もぜひ待ってます。他のも待ってるよ。ありがとうございました。ゆっくり休んでね皆さん、ゆっくり休んでね、ゆっくり休んでね、ありがとうにゃん。